相模国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ、東海道に属する。相模の仇という文字について、現存する律令時代の公文書に押されている国印では、幕の元に手を配した文字が使用されており、手辺の幕による相模とするのが本来の表記である。明治維新の直前の領域は現在以下のようになっている。 現在の行政区域で言うと、神奈川県の内川崎市、横浜市を除いた地域が旧相模国に該当する。ただし、旧武蔵国を下半とする横浜市のうち一部の地域は旧相模国の鎌倉軍にあたる。境川の上流部は武装国境だった。町田市、鶴間、大和市下鶴間、横浜市西約号神戸町の境界点からは、国境は、 境川から離れ、町田市、鶴間、横浜市西薬卸ろし、本町、横浜市緑区長津田町の境界点で、東京湾と相模湾の分水嶺へ移った。なおその尾根道は、生まれ案内科大学横浜市西部病院のあたりから、金沢区と鎌倉市の境まで続いた。横浜、横須賀、逗子境界標識点からは分岐し、自住川と高取川との間の尾根を通り、 横浜総学館高等学校を通り、東京湾に達した。相模国は古墳時代の西務朝に成立した、愛部国造の領域と市長国造の領域を合わしたとされる。さらに、大和武の子孫である鎌倉別の支配する鎌倉地域と三浦地域も加わる。なお、元は武蔵国と一つだったという説がある。鴨のまぶちや枠虫織には三瀬ま国があり、 後見教き見せましたに分かれ、この欠落などで、それぞれ相模武蔵となったとする。元折のりなは、古事記伝で、助け国を仮定し、助け上、三すここと分かれ、そののち、相模武蔵となったという。近藤義し陸路の木などによれば、総国の一部が相上、そうし下となり、後相模武蔵となったとされる。しかしこれらの説は、 武蔵国がかつては、ケノ国地域と一体であったとする考古学の成果と合わない。国名の語源は不明。前身とされる未教上、スケっか上が由来とするマブチやノリナガの説もあれば、古代この地域の産物であったカラムチが生まった、虫に由来するという説や、酒見の天下という説なども存在し、定説が確定できなくなっている。12世紀末に、 源の頼朝が鎌倉を本拠地とし、以来相模国は鎌倉幕府の本拠地となった。頼朝が治療国主であった時代には、万所が国役の負荷などを行っていた。守護に関しては、法事合戦までは三浦氏が守護であったとする説があるが、三浦氏はもともと在庁官人として、相模国内の雑事を行っていたことから、相模国は守護不設置で万所と、 その指示を受けた三浦氏を代表とする御家人化した在庁官人がその職務を行っていたとする説もある。北条氏による鎌倉幕府の支配が確立して以降は執権が相模神となり副執権である連所が任官された武蔵守と共に両国氏と呼ばれた。1333年に鎌倉幕府は滅亡したがその後も県武の申請の時期には 鎌倉将軍府が室町時代には鎌倉府が置かれ関東の政治の中心であった。1428年の影響の乱によって鎌倉府は下宇佐国の古川へ移り関東の政治の中心の座から外れたが戦国時代になると小田原城を本拠地としたご法上氏が関東地方に勢力を広げ1590年 天正18年の小田原征伐で小田原城が落城するまで、再び、相模国が関東の政治の中心となった。江戸時代には、小田原藩をはじめとする不代の諸藩や、幕府領、旗本領となった。相模国の国府所在地は、未だ明らかでない。資料では、和名類受賞及び十、銃、白田において、大隅軍、イロハ類賞では、ゆるぎ軍と見えるが、 いずれも国分寺の所在地と異なるため、最低でも3移したと推測される。以上のほか、現在の小田原市千代で見つかった千代廃寺を国分寺と見なし、その付近に初期の国府があったとする説もある。海老名中央公園の国分寺70棟模型なお、小田原市千代では古代寺院跡が見つかっており、これを初期国分寺と見る説がある。ただし近年では、 その寺院跡は、地元豪族による8世紀初頭の建立と見る説が有力視される。また、同寺院跡を国分寺跡とする説の根拠の一つは、その仮覧配置が諸国国分寺で採用される東大寺式と推測されたためであったが、近年では、交流樹式の可能性が指摘されている演技、式内社奏者、一宮井笠向川神社は、 古くから現代に至るまで一宮とされている。一方で、鶴岡八幡宮も全国一宮会に加盟しており、一宮として扱われることがある。道宮は鎌倉時代の創建で、式内者ではないにもかかわらず、一宮と同格の扱いを受けた。これは、当時の将軍である源氏の氏神を、京都の岩清水、八幡宮から誕生した宮であり、鎌倉幕府が、 特別扱いしたためと考えられる。また、一宮から四宮までの四社とともに、国士順配の神社で、一国一社の八万宮として、平塚八万宮があるが、同宮は四宮以上の四社と違って式内社ではない。平塚八万宮を五宮と呼ぶことはなく神社側も五宮とは名乗っていないが、五月五日の国府祭では、一宮から四宮と平塚八万宮の五社が神。 揃い山に集まる神事があることから、五かくと考えられている。一方、室町時代の陛下に会うまで県政を誇った、有志家神社は五宮とされることもあるが、国夫妻には参加していない。中世、五宝城氏は、相模国を、西里、中軍、東軍とし、近世諸島まで用いられたようである。相模守日付イコール旧歴在任期間中、内は、 死書で罪人が確認できる最後の歳月日を指す。相模助相模城鎌倉幕府室町幕府。ありがとうございます。